わり方、サイドのポジションになります。ジェイク・セネオス、吉田麻美がコントロール、津村がマッチアップしてますが、後ろからのスクリーンで自分できました。ディフェンスがどう動くかによって、パスも選択できたところを自分で行ってしっかりと決めてくるという、素晴らしいですね。最後もまた吉田の感性が光りました。そうですね、